小林司は、日本の雑誌、書籍編集者。2019年現在、講談社フライデーデジタルチーム所属からアーティスト、企画部へ移動。ミス ID 実行委員長、先行委員。別名、モウサツピー。講談社入社後、フラウ、ボーチェと女性誌の編集に携わる。1998年、ボーチェ市場で連載されていた、美人画報の初代担当編集者であった。 連載は後に単行本化されている。その後、男性誌、キング編集部に所属。2006年、写真家、トミーとのコンビで、グラビア、モウサツの連載を開始。雑誌自体は2年余りで休刊となるが、2008年に連載をまとめた写真集、モウサツモウサツがヒットしシリーズ化する。さらに、スマートフォンアプリや、アンアンの、モウサツ男子、夢。 眠り眠を被写体とした秋葉モウサツなど他社とコラボレートした企画にもプロデューサーとして携わっている。コラボにとどまらず、2013年にはアンアンで美女の法則というコラムを講談社社員でありながら半年間連載している。2012年、新しいタイプの女の子を発掘し育てるオーディション企画としてミス ID を立ち上げる。玉木ティナ。 青波純などを発掘。2014年10月、アイドリングに出演した際は、アイドル界の目利きと紹介された。2013年6月に、フライデー副編集長に就任したが、2015年に、第一事業局第一戦略部に移動、ミス ID を専任で担当することになった。現在は、アーティスト企画部所属。トークライブ、俺の愛する、 女たち本人降臨しまくりスペシャル愛すべき女、女たちを開催している。女子力は安野も横がボーチェ2000年10月号掲載の美人画法スペシャルで使用したのが最初とされているが、この言葉の誕生に小林が関与している。小林夫妻は安野の広島県への取材旅行に同行していたが、小林の妻の行動に対して可愛すぎるぜ。嫁に欲しい。 どうだ俺の嫁にならないか。もう、完全にこっちが男に変わってしまうほどの女子力です。と書いている。ありがとうございます。